皆さんこんにちは、今回は外で撮ってます。スタディープレイ小中塾のカズ先生です。ちょっとねそこね国道なんでうるさいんですけど勘弁してください。まあうるさいか。おー、はい、皆さんこんにちは。スタディープレイ小中塾のカズ先生です。今日はですね外で撮ってます。今そこもね車が通ったり自転車が通ったりしてる、まあ多分ちょっと聞こえづらいかもしれないですけど本編は室内で撮ってるので大丈夫です。というわけで塾の LINE の公式アカウントに今回も質問が来ました。今回は中学2年生の図形の問題なんですけれども、実は質問をくれたのは中学受験をしている小学生。実は小学校でも中学校の終わりで結構出るんですよね中学受験は。というわけで小学生にも中学生にも役に立つような内容になってます。とりあえずご覧ください。どうぞ。はい、三角形 C C D F。 はい、この三角形と面積の等しい、面積が等しい三角形ときたら、これは等積変形を使うんだろうなっていうのは予想がつくと思います。そうするとまず等積変形の基本形がここから、見えてくるかな。もう一つここに三角形が作ることができるよね。どこかというと F D B F ね、この青い三角形が面積が等しいんだなということで OK 固定終了と言いたいところなんだけれども、すべてって書いてるところにも気をつけておきましょう。これすべてっていう時には答えが絶対に2つ以上あるよという意味だと思ってください、ね、これわざわざねすべてって書いてるっていうことはこれ答えが2つ以上ありますよという出題者からのね優しいヒントなんだよね。こういうところをしっかり読み取れるようにしていきます。ということはこれ以外にもう1つか2つね、いくつかわからないけれども見ていくと、どっかにね面積が等しいものがあるんですよ。で図形の問題はもしピンとこなければ、こうねくる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 図形を回してみるのもね一つ作戦です。というわけで回してみましょう。はいね、こんな感じで回してみました。そうすると、うん、これね気づくかな、もう一個基本の等積変形の形のペアがねあるのに気づいてもらえるといいんですよね。ちょっと見てみましょうか。はい、このねさっきの青い三角形を拡張してできてる三角形 DEF って、ここにね三角形見えてくるかな。そうするとおって気づくよね。ここです。はい、このオレンジ色の三角形 ADE とこのブルーの三角形ね、新しく大きくした BDE の三角形がやっぱりね等積変形で面積が等しいということが気づくと思います。ここで実は等積変形の基本知識パート2をねできれば、知っておいてほしいと思います。これはねどういうことかというと、この2つの等積変形で成立する面積の等しい三角形なんだけれども、同じもの同士から同じものを引いた残りってやっぱり同じになるってわかるかな。どういうことかというと、この場合この2つの三角形の共通部分がここだよね。ここね、この緑で今シュシュって色つけてるところね、ここの部分は共通をしているので、ここを取り除いても残りのこの三角形、オレンジ色の三角形と青い三角形は面積が等しいということがわかるんだよね。いいですね。ということなので、このオレンジ色の三角形とブルーの三角形の面積は等しい。そしてさっき確認したけれども、このブルーの三角形はこの赤い三角形とも面積が等しいんだよね。ということはこの状態でオレンジの三角形、ブルーの三角形、赤い三角形は全て面積が等しいということがわかります。そしてこれがねこの問題の答えなんだよね。つまりこの青い三角形とオレンジ色の三角形を書けば括弧1番は終了です。はい、では括弧2番、三角形 CDF の面積は何平方センチメートルですかという問題だよね。
括弧算数や数学ではね、括弧2番の問題の多くの場合、括弧1番が括弧2を解くヒントになっているんですね。ですので括弧1番で求めたこの三角形ね、面積が等しい三角形3種類あるけれども、これを使って解くんではないかということをまず考えていきます。で、この三角形ですから、この CDF ということは、このブルーの三角形かオレンジ色の三角形のいずれかの面積を求めれば良いということが分かります。さあ、この中で一番面積を出しやすそうなもの、もちろん赤い三角形がそのまま出るわけではな、答えがね出せるわけがないので、青い三角形を見ていきましょう。青い三角形を見ると、底辺はここ FD、 それから高さは7センチということなので、青い三角形を出す場合、この FD の長さが必要になってくるよね。でもね、これね、どう見てもね、 FD の長さを出すのはちょっと難しそうです。そこで青い三角形ではなくて、このオレンジ色の三角形ね、このオレンジ色の三角形の面積を出せないかなというふうに考えます。このオレンジ色の三角形であれば、底辺は6センチ、高さはこの ED の長さが高さになるよね。そうすると、お、ここに7センチメートル、こちらに11センチメートルと書いてあるので、ED の長さが4センチということが求まるよね。そうすると、このオレンジ色の三角形に関しては底辺6センチ、高さが4センチメートルということで面積を出すことができます。で、これは先ほど確認をした通り、実はこの赤い三角形の面積と等しいので、あとは計算をすれば三角形 CDF の面積が出ますよね、という仕組みになっています。はい、いかがだったでしょうか。多少はね、聞きやすかったんじゃないかと思っています。今もね、外ね、人がね、歩いていて、すげえ変な目で見られています。まあ別に何もしなくても変な目で見られてるんでね、全然関係ないんですけど、というわけでマジでクスッと笑われた、というわけで、ね、まあでも、ね、これもね、きっとね、宣伝になるでしょう。というわけで、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。じゃあね。